くどいぞ。警察に連れてやれと言っている。私は不心得者から脅迫を受けたんだ。警察は善良な市民の味方だろうが。私は敗者にはならん。緊急の案件だ。今日中に片付けておけ。みんなに知らせないと。つか、結婚日までバレてんの？今までとは違うパターンだな。自分で予告状を警察に届けるとは、ふてぶてしい奴だ。よほど改心されない自信があるか、あるいはそもそも警察と癒着していたか。私が言うのもなんだけど、それありそう。ちょ、コメント激増。これ見ろ。やっちまえ怪盗団。つうか怪盗出てくれんなら何でもいいわ。早くやれ。言いたい放題だな。もはや地位があるやつの土下座をただ見たいだけって空気だ。ゲームや映画じゃないっつうの。手段と目的が完全にすり替わったな。俺たちが娯楽として消費され始めている。けど行くしかねえだろ。今になってやっぱやめたで済むかよ。パレスが存在する以上、奴の欲望は確かに歪んでいる。早いうちに目をつむと思えば。どの道春の婚約者問題もあるわけだし、やるしか。やらねえと今まで積み上げたもん全部なくなっちまうぞ。私もそれでいいと思う。昨日のお父様の口ぶり、反省は見えなかった。我が輩も龍二と春の意見に賛成だ。確かに大衆が変なこと言ってんのは気にはなるけどな。でも奥村は廃人化の犯人かもしれねえんだ。このままにはしておけねえよ。なんか隠してそう。すごいこと。そうよ、予告状お父様はもう見ちゃったんだし。いつも通りパレスのお宝取ってやろう。まもなく緊急発射シークエンスに入ります。増員、至急安全な
まだやれる。弱点をつけるスキルは。灼熱が弱点？ちゃんと持ってる？そい。脱出脱出。待てよ、おい！あれ？さーて、追いつかれちゃったぜ、社長さん。悪かった。私は改心した。この通りだ。お父様。私のイエスマンだったハル。学校も、習い事でも、お前は私の言いつけ通り、そんなお前が立派になって。急に何？あ、覚えているか、ハル。初めての運動会を仕事で見に行けなかった時、お前は泣いた。それからだったか、お前が口答えしなくなったのは。正直を言うと逆に心配だった。でもお前は私に立てついた。自立を果たしたのだ。ああ、父としてこれほど嬉しいことがあるか。そんな昔のことをまだ覚えて。あの頃お父様は美味しいものを作るために必死で、人を喜ばせたいという夢を描いていた。どうして変わってしまったの？許してくれ、ハル。お宝を盗まれたら私はもう終わりなんだ。やめてくれ、五条だ。頼む。もう終わりにしましょう。おお、ハル、なんとバカな女だ。孫は裏切ってでも取り返せ。我が家訓だ。蹴落とす冷徹さこそビジネス。上だの仁義だのは敗者の言葉だ。正義を拝んで勝負に負けて、どこに幸せがある？心をすりつぶして得た利益で誰が幸せになるんです？破れるよりはいい。負債まみれのあの惨めさよりな。まもなく私は政界へと漕ぎ出す。世界の上流へ、ユートピアへ、歴史に名を馳せるのだ。ハル、決めろ。そいつらを捨てればこの船に乗せてやる。居座っても騎士と共に木っ端みじんだぞ。どうする？愚かな。ノワール！そこのお前はどうだ？生きて出たいだろう？乗せてやろうか？本当はそいつらと対立してるんだろう？ふん、覗いてやがったか。一緒にいても得にならない。そう思ったんだろう。お前は正しい。そいつらを売れ。利益のために切り捨てろ。スイッチもくれてやる。離陸の後でな。では取引だ。10秒待ってやる。タイムイズマネーだ。なめられたもんだな。損得が全て。悲しいな、社長さんよ。春と17年も共に暮らして、まだ気づけないのか？この世には金や名誉に変えられないもんが山ほどある。一人だけ助かって何の意味があんだ。こいつらの代わりなんてどこにもいない。お前の提案は花から取引になっちゃいねえのさ。うわ、当たった。我が輩すげえ、すげえ、もうだかっけ。全部持ってきやがって。
交渉決裂だな。ふっ、虫けらごとき発進までの間に始末してくれ。受けて立つ。当然。おのれ、生かして解散。奥村夫婦の組織力を見ろ。観念しろ。観念だと？そういうことは我が社の精鋭を下してから言え。敵、まだ来る。行け社員ども、私の勝利の礎となれ。手下たちが壁になってる。全部倒して相手を直接攻撃するんだ。いただいていく。おい、シャインども、まだいんのか。全てをマンパワーで解決する、それが我が社の強みなのだ。自慢になってないぞ。またカウントダウンが始まった。そこか。橋までに奴を叩け。仕事の時間だぞ。ヘルサー嫌え。ノーマーカーク。来い、シャインども。仕事の時間だぞ。ここは全部片付けた。なら決着つけるぞ、ジョーカー。サポート届け。来い、奪え。新しい力に目覚めたみたい。
所詮敗北者の血筋か。彼との縁談は私から断りを入れる。もう奥村フーズは終わりかもしれない。申し訳ない、ハル。お父様。精神暴走事件と廃人か、お前の仕業なんだろ。確かに私は会社を成長させるために、商売敵を潰すために多額の金を払ってきた。やったのかどうかって聞いてんだ。私はやってない。契約があり排除を依頼しただけだ。依頼？じゃあやはり想像してたような悪党が本当にいるってことか。やっぱり。誰とどんな契約です？泣いてねえで話してくれって。くそ、こんな時に。社長さんよ、あれ止めらんねえのか。仕方ない、こんなところで命は捨てらんねえ。見ろ、あれだ。お宝、確かに頂戴したぜ。あれ？最後に教えてくれ、その悪党の顔を見たのか。もう聞く時間なさげじゃね。現実世界で問いただせばいいわ。アーサー、お父様は連れて行かなくていいの？心配ない、グズグズしてると我が輩たちの方がおたぶつだぜ。自分の責任は自分にしか果たせない。お父様が教えてくれたことです。私のピュー。仕事したぜ。そういやモルガナ、お宝取るとき普通だったね。そうだった？廃人化の真相は分からずじまいだったな。奥村は犯人じゃなかったけど、排除を依頼って言ってた。あれ、犯人を知ってるってことだよな。うん、お母さん。これ？お宝の正体ってプラモ？どうしたの？お父様、あんな風になる前に話してくれたことがあるの。子供の頃どうしても欲しかったプラモデルがあったって。でもおじい様にねだっても結局買ってもらえなかったらしくて。プラモとか1000個くらい買えそうじゃん、ハルンチ。奥村フーズは3代続いてるんだけど、おじい様の代までは本当に小さな会社で、おまけにおじい様かなりの人情経営だったの。知り合いにも無担保でお金を貸したり。お父様が子供の頃はよく家に借金取りが来てたみたい。その反動か、奥村が他人を犠牲にしてでも自分の幸せを追求し続けたのは。うおー、
れはいい値段だな。趣味の品はこうなることもあると聞くが、プラスチックにどんだけ金出すわけ。ところで改心って具体的にはいつ起きるの。近いうちってとこだな。まあ今は奥村が改心するまでの様子見だな。奥村が改心すればきっと廃人化の犯人もわかるはずだ。いい、先生の描いた通りですよ。怪盗団が奥村を狙うことも改心を成し遂げることも。都合のいい財布が一つ減りはしたものの、つながりが明るみに出るリスクに比べれば、奥村はもともと正解という器ではなかったのに、おとなしくしていればいいものを。抜かりありません。彼に処理は依頼してあります。しかるべきタイミングで廃人化を起こす手はずとのことです。不出来な身内と怪盗団の大掃除、一石二鳥とはまさにこのことですよ。我が輩さ、今回はちょっと反省してるぜ。自分が何者かとか、他より劣ってるとか、うじうじしちまった。美学や芯がなかったのは我が輩自身だったよな。ありがとな。人間ってことに固執してたのはやっぱり目的が欲しかったからだと思う。目的っていうか、もっと大きな生きる意味っていうの。でも怪盗団って居場所がある今、自分が何をしたいのかつかめたぜ。わかるか。それもゆくゆくはな。自分の居場所って決めたからには、我が輩もこの怪盗団を盛り上げる。つまり我が輩たちの目的は一致してるというわけだ。これからは出し惜しみなく協力してやるぜ。お前も気張れよ。我が輩に損させんじゃねえぞ。よし。それに安殿にも喜んでほしいしな。我が輩の活躍であの子が幸せになるならそれで十分なのさ。それまだ続くのとか、そんなこと思ってねえよな。